今日は開放弦を弾く練習をします。まず正しいバチ使いを覚えるということですね。で、この時に開放弦を弾く時に、口三味線を言う。で、これがドンで、2の糸がトン、3がテンですね。で、まず一番最初に弾きやすい3からいきます。で、テン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 これがまずできるかで、どうしても最初こう覗き込んでみて、こんな感じになっちゃうんですけど、まあ、ここ、三味線は20度か30度、ちょっと自分の方に、こう真上ではないです。ここからこの、ちょっと見える感じですけど、見るというよりは当てた感覚を、最初はまあちっちゃく、てんてんてん。で、その時にここがまっすぐ弾けてるかどうかを見ます。そのためにはこのバチの持ち方ですね。あと、バチが前すぎてもダメですし、まあ、後ろからこんな風にもしてもダメですね。で、真ん中で持って、この、薬指、小指でガツッと、こう、まずこう挟めるか。そして、ちょこっと当てて、親指でこう、こっちで親指でバチをこうしたら、この人差し指でこう、めくってるような感じですね。でも、今この段階では、指というよりは手首ですね。ここで持って手首を、この指なくてもできます。で、てん、てん、てん。っていうのを、てん、てん、てんだというのをまず覚えます。で、それができたら次はこの1の糸を引きますけど、1の糸の方が3の糸より太いので、ちょっとバチをしっかり持たないと、音が出ない。弾き返されてしまうっていうんですか？ちょっとキュッと、持って、まあ、お腹に力を入れるような感じでしょうか。で、この時だから少し親指にがバチから跳ね返されて、こう、お互いこう力がかかってるのが感じられます。で、この時に、この2の糸の時にところにバチ先が止まっているか、これが止まんないと、こんな風になっちゃいますね。だから、それはまあ練習で感覚をつかむ。でもやっぱりこれも、こんな風にはしなくて、手首を反り上げる。当てるために小さくするんではなくて、それは角度を正しくするためにはまず、ちっちゃくね、こう振るんだなって思ってもいいんですけど、落とす、手首でスポッ。この、見なくても、どうやったら、落ちるかっていうのを見ます。あんまりこの辺に弾いてもダメだし、よく私なんかも気がつくとここで弾いてました。それはやっぱ構え方だったりとか、バチの角度とかで気がつくとこうなっちゃいます。ここで弾くと、音が悪くなります。こっちだとこのバチ側に当たって、その振動が、こういきますけど、ここで行くと木があるので、音が詰まっちゃうんですね。ですので、このやっぱり自分のこの構えの位置がどこで、どの向きで、手首がどの辺で、こう手首の曲げがどれぐらいで行けばいいか。で、うまく当たらないとき、すごい手首をこんな風に強く曲げたりもしましたが、そう、で、こう、あ、そうだ、手首を出しすぎるとダメなんですね。この前から弾こうとして、こう出して、こうやっちゃうと、バチも斜めに流れていきますね。だからこう、よく手首が出すぎてるって注意されてました。多分手首が出すぎると、こっちに来ちゃうんだと思うんですよ。だから出したいのをぐっとこらえて、こう置いて、で手首を自分の方に曲げる。でも手首が痛いほど曲げちゃダメです。そして、体は前のめりっていうんですか？決して気を抜かない。休憩、お休み状態ではやらない。こう背中がまっすぐ立ってる感じですね。で、次。ドーン。これができるか。ドーン、テン。ドーン、テン。ドーン、テン。私の、ドーン、
こうなっちゃダメですね。こうならないように。それも、そして腕を上げる両方とも。こう、ドーン。こうならない。こういう弾き方もありますが、ありますけども、今はとにかく、振って、上げる。で、この振ってあげるのが、ブランコを揺れてるみたいになって、全然、この手首が疲れないし、二の腕に力が入ったりもしてないんですね。一瞬指がキュッとなるぐらいですね。このドンテンっていうのは非常に大事な弾き方で、大雑魔っていう出だしのとこなんかで、そうですね、の弾き方もありますので、ここの二つが当たるのはすごく大切ですし、まあもちろん三味線を弾く基本です。次に、二の糸とかトンですね。トン、トン、トン。トン、トン、トン。だから、これが、トンです。やっぱこれも、覗き込んで、こう、引っかくようにしちゃダメです。振り上げて、トン。で、三の糸のところに止まる。だから、一から引くと、ドン、トン、テンです。だから、とて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 。こういう、とて、とん、とん、とん、と言って、最後を締める音楽もあります。例えば、この、テンとトンを使ったメロディーで、これは五郎時宗という曲ですけど、こんなメロディーがあります。まず、開放弦はこの運動。バチが持ててるか、構えが正しいか、腕の置き方が正しいか、そして自分が疲れてないかということですね。こう押しすぎてもいけませんし、腕を出しすぎてもダメだし、手を丸く持ってもいけない。ここで手を上げるのを覚えておくのがとても大切です。